皆さんこんにちは、サチです。私のチャンネルでめちゃくちゃ人気のコーナー、インスタグラムの広告とか SNS のね広告で気になった商品を検証してみるっていうコーナーで、私が以前紹介したハーバーのツルツルマットベースを覚えているでしょうか。私がねメイク前に必ず使ってるポアプライマーみたいな、毛穴とか肌の表面の凹凸をツルッとしてくれるポアプライマーみたいな、そんな商品なんだけど、あれ使ってみてめっちゃ良かったよね。ほんで化粧のりもすごい良くって、結構ねしっかりめのテクスチャー、若干固めのテクスチャーだったのね。しっかり凹凸をカバーしてくれるっていう利点があったんやけど、やっぱりねちょっと固めやから、肌にね押し付けながらこう穴を塞いでいくような、そんなイメージで、ほんまにね穴をモルタルで埋めていくような、そんな感じにね押し付けながらこうゆっくり伸ばしていく必要があったんよね。上手にパテで埋めていくみたいな、そんな感じで使わなくちゃいけなかったから、ちょっと手先が不器用とかこういうの苦手っていうね人から、うまいこといかへんくてこうポロポロね落ちてしまうっていう、そんなね DM も結構いただいたんですよね。そんなハーバーのツルツルマットベースがなんとリニューアルしたんですよ。で私もめっちゃチェックしてたところ、ハーバーさんから連絡がありまして、以前ね私が自腹で購入して検証してる動画を見てくださってね、しっかりとね毛穴をカバーするっていう、で凹凸をねこうツルンとさせるっていう利点はそのまんまで、テクスチャーがねめっちゃ伸びが良くて柔らかくなってかなり塗りやすくなったので、ぜひ使ってみてくださいということで商品をねご提供いただきました。ツルツルマットベースから毛穴ツルツルマットベースというね名前にリニューアルしております。それがこちら、じゃん。はい、これがねリニューアルしたハーバーの毛穴ツルツルマットベース、部分用の化粧下地、まあ、全体的に塗るというよりかはこういう毛穴の気になるところ、ボコボコっとしてるようなところをこう塗って、そっからお化粧するっていうね、 13g でございます。早速ねどんなテクスチャーなのか見ていきましょう。あ、もう出した時点で結構ね前と比べて柔らかめっていうのが分かるわ。あ、だいぶ柔らかくなってる、すごっ、かなり柔らかめになってます。すごいやん。あ、すっごい、しかも伸びがめっちゃ良くなってる。こんな感じでやるとねポロポロってね固まってたんだけど、え、すっごい綺麗。おい、やばっすごない？こっち側だけ塗ってみよう。すごいね。え、めっちゃ綺麗やん。すごっ。ま、なんかいろんなポアプライマーあるけど、かなり綺麗。すごい。は、なんでこれこんな、動揺してるけど、こんな綺麗なんや。え、なんかね、ムースみたいな感じで、ふわふわですっごい気持ちいい。なんか、私さ、以前のちょっと硬いイメージがあったから結構出したんやけど、これなら結構少量でいけるわ。すごいやん。塗りやすいし、さらに使いやすくなって、リニューアルしてきたよね、この子は。頑張ったんで。すごっ。しかも、美容液成分が入ってるから、肌を引き締めながら、毛穴が目立ちにくい肌にね、整えてくれるっていうね。で、さらに、毛穴カバーパウダーと、余分な皮脂をね、吸着してくれるパウダーも配合されてて、テカリとか、化粧崩れをね、防いでくれるってわけなのよ。すごいじゃないのよ。前の動画はさ、そういうこと全然知らずに、これ何？みたいな感じで使ってたから、これがどういうものなのかっていうのをあんまり詳しく私も知らなかったんだけど、今回いろいろ調べてみたらすごいね。これハーバー自体がお肌へのね負担を軽減させるために無添加にやっぱりこだわってるっていうところ、ハーバーの商品すべてが天然由来のミネラルカラーだけを使用してるっていうね徹底ぶりなのよ。
だからこれだけじゃなくていろんな商品めっちゃ出てるのね。パンフレットを見せていただいたんやけど、マジでいろんな商品があってね、もうサプリとかもあるし、ファンデーションとかアイシャドウとか、ほんといろんなねコスメが出てるんやけど、全部天然由来のミネラルカラーを使用してるっていう、すべて無香料やし無添加、タール系の色素も使ってない。だから美容液成分が入ってるということやから、まあ使えば使うほど健やかなね肌を保つ無添加スキンケアっていうことでね、勉強になりました。最初さ、パンフレット読んだ時にミネラルカラーって何って感じだったんやけど、ミネラルカラーっていうのが天然の土とか石とか岩とかさ、そういう鉱物を粉砕して粉々にして、で精製してさ、こう不純物を取り除いて色素だけをね上手に取り出してるもの。だから水にも油にも溶けへんから、顔の表面に乗ってるだけの状態なんよね。だから色素沈着の心配とかもないし、この粒子が毛穴を塞いでしまって肌呼吸を妨げるっていうね、そういう心配がないわけよね。本当にすごいね、肌のことめっちゃ考えてるんやなっていうのをすごい勉強して分かりました。そう、実際私のこの毛穴の目立つ私のここにね塗ってみたいと思います。いくよ。すごい、あ、すごい、見て、だいぶ違うね。あ、ほんですっごいサラサラ。やっぱりだいぶ前回の今までのやつとだいぶつけ心地が違うね。でも表面つるっとしてる感じはそのまんま。だけどサラッとしてて柔らかくて伸びがマジで良くなってる。すげえ。ちょっとこの上からねファンデーション塗ってみたいと思います。あ、めっちゃ綺麗やん。すご。で、こっちが毛穴ツルツルマットベース塗ってない方ね。やっぱり毛穴がすっごい目立つ。やば。なんか穴だらけになってる。すごい。もうちょっと改めて、今さ、毛穴ツルツルマットベースの検証やけど、すごいちょっと傷ついてきてるから、心が。ほら、すごい、こういうところがやっぱり毛穴落ちしてるもんね。だいぶ違うやん。すごいな。やっぱほんますごい違うよね。ほんで今思ったんやけど、やっぱりファンデーションのノリがめちゃくちゃ綺麗。お肌の滑らかさがちょっとほんま加工してるぐらい、加工フィルターかけてるぐらいの感じよね、ここね。やるやんけ。やば、ありがとう、ほんまに。ありがとうって。私のために改善したわけじゃないのに、ありがとうはおかしいよね。いやー、すごい。超気に入った。はい、というわけで、今回リニューアルしたこの子、毛穴ツルツルマットベースは、通常は税込みで1760円。なんだけど、今ならね、税込み1000円で購入することができる。これ本当におすすめやわ。マジでよかった。前はね、ほんとちょっと量が少ないかなっていうイメージが本当にあったんだけど、伸びが良くてね、ちょっとの量でね、全然いけるから、ほんまに十分やと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。というわけで、今日の動画いかがだったでしょうか？リニューアルした毛穴ツルツルマットベース、めっちゃ良かったのでね、おすすめしたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ。あなたは、柑橘系のご親戚の方ですか？っていうぐらい毛穴が気になってるというあなた、私もそうなんですけど、良い味方を見つけたと思います。